今までいろんな電子タバコを使ってきて、少し前にアスパイアミニカンプラスっていう電子タバコを買って使ってます。まあ、前にその前に使ってたのがキャリバン G っていうやつを使ってたんですけど、液漏れが結構あったんで多少は液が漏れます。でどこから漏れるかっていうと、この部分がこっちにリキッドが入ってて、でこの後ろ側から、まあ、ちょっと漏れることがありましたけど、まあ本当でもたまにしか、こいつだけをこう単体でこの辺置いてたりすると漏れたりします。まあ、基本的にはこれにくっつけて使ってるんで大丈夫なんですけど、気づいたらこの中にちょっと液が漏れてたりしますね。はい、あのまた別な箇所で漏れが出て、ここ今ちょっとここ色が変わってるの分かりますか。ここにバッテリーが入ってるんですけど、カーボン柄みたいになってるところ、ここがなんか、ここがここに多分なんか知んないけど、基本的にここがリキッドが入るところで、この下側っていうのがバッテリー部分なんですよ。でなんかここに回路みたいなのがあって、ここに USB の充電口があるんですけど、なんか知んないけどここから微妙にここになんか液が垂れてきて、少しずつなんですけど、今10ヶ月経ったんですけど、これ買ってから。でこの隙間、この下の部分の蓋というのかな、その外側のケースと下側なんか分離されてるみたいで、このこう握ってるとなんかここがなんかベタベタっとしたんですけど、なんだろうと思って、こっからリキッドが漏れることが、直接上からこれが垂れてくるんじゃなくて、このなんか過去に溜まったやつがここに溜まって手にちょっととか濡れるみたいなことがありました。じゃあ分解すればいいじゃんと思ったんですけど、まあ分解はあくまでも自己責任です。今回ちょっとそれを承知で分解するんですけど、分解しようにもちょっとどうやって分解すればいいのか分かんなくて、この下の蓋だけ引っ張って取れないかとかやってるんですけど、ダメで、で、ですね、分解するのにでネジらしきのもないんですよ、ここで。唯一ネジがあるとしたら、こここの金色と銀のやつは接点で、これは電気の接点ですね。こっち側との、リキッド側との、コイル側との。で、ここの横に、なんかね、ネジらしきのがあったんですよ。はい。で、これなんだろうってことで、いろいろ調べたら、ちょっと特殊な、形状のネジだってことが分かりました。うん、こことこの左下と右上にこのある、こことこっち側にある、これがネジだってことが分かりました。でこんなネジ売ってねえだろうと思っていろいろ探した結果、ローブドライバー X なんで、こういう形、六角形の、まあ時計とかパソコンでバラしちゃいけないとことか、まあバラせるんですけど、そういうところをバラすのに使うドライバーが売ってました。こいつを買ってきました。サイズは、T で表せて、 T の多分一番ちっちゃいと T1 ってあると思うんですけど、 T の4からのサイズがぴったしあったんでこれにしました。であと上は T20 とかあります。というわけで早速こいつを分解したいと思います。ぴったしはまるんで全然取れます。1個今外れて、こんなんです。超ちっちゃいんですよ、指と比べても分かるけど。で2箇所止まってるんで、もう1箇所目を、あで今のネジ六角形だからっつってマイナスドライバーで代用して外せるかなと思ったんですけど、ち
とそれはできなかったです、まあ、マイナスドライバーの形状によっては超精密タイプのやつであれば外せるかもしれなかったんですけど、ちょっとそれは今回は諦めました。何よりもまずこれなんかあってネジの頭をレンチかけるところをもう舐めちゃったら終わりなんで、ちゃんとサイズが合うやつを買いました。はい、今外れました。こんな感じ。ネジを外した穴に今度はまた違うマイナスドライバーを突っ込んで押します。そうするとそう、これが外れた。やっぱ上から止まってるだけみたいですね。取れました。でちょっと触ってみたら、やっぱここはこの部分は今ねリキッドがやっぱついてました。どっから来るのか分かんないんですけど、電子タバコ本体とバッテリーがあって、ここにネギとかくっつくところがあるんです。さすがにこの先もバラそうと思えばバラせそうなんですけど、ネジがあってちょっと怖いんでやめときます。これ以上なんかバッテリーをなんかしたいってわけじゃないんで。でここについてたあのネギとは綿棒とかティッシュで取りました。でこれ外したケース、ケースの内側もせっかくなんで、まあ、綿棒とかティッシュ使ってきれいにしました。でこれがこのリキッドがくっつくところ、タンクがくっつくところにくっついてたカバーですかね。カバーっていうかなんか間に入るパーツ、これも一応ちょっと汚れてたんでこれきれいにしました。というわけでこれから組み立てます。なくさないように。もうあらかじめドライバーの先端にネジをつけておいて、ここにカチッと落とします。とここ接点があるので、ショートしたらちょっと危ないんで、はい、でおそらくこのドライバーはラグネット付きだと思うんで、これくっつくんですよね。ラグネット付きじゃなかったですけど、まあヘックスのが結構六角形でホールドしてくれるんで、まあ普通のドライバープラスとかマイナスよりはネジが取りにくいです。でこの締め付けてる相手方がプラスチックなんで、まあほどほどの力で締めます。まあネジがもちろんすっぽ抜けないぐらいで、こいつをつけます。はい、では吸ってみますか。今ちょっと吸ってみましたけど、ちょっとよ前より味がするようになった気がします。あと気持ち的にスッキリできたな。はい、以上アスパイア年間プラスを分解して掃除してみた結果です。これぐらいだったら別にやってもいいのかなって気がしますけど、あくまでもディクスティニーです。ご視聴ありがとうございました。